本当にここまで4試合いずれも壮絶な戦いを見せてまいりました。いよいよファイナルマッチ、タレントの水野は果たして2ヶ月の間に真の格闘家となることができたのか。ラウンド1ファーストコンタクトに注目です。さあ互いに前へ出ていく両者、左のジャブ、まずは打撃を繰り出していくのは高橋、水野が捕まえる、グラウンドに持ち込みたい水野、一方打撃で勝負したい高橋、距離を取る、一旦体が離れました、足を取った、足を取って倒した、うまいですね、足を取って倒しました水野、水野は捕まえ倒していきたい、まず高山さんもうまいですねと言いましたけど、これはもう水野からするとこういった形で打撃ではなく、まずこうグラウンドの展開持ち込みたいわけですよね。まあそうですね、もうあれは北選手がもう行けって言われてる通りに動いてるんですよね。松本さん、はい、立ち上がりちょっと何とも言えない緊張感ありましたね。そうですね、ただ水野さん落ち着いてますね。あは、すんなりとタックル入りましたけど、はい、高橋さんこうなると大丈夫なんですかね、対策はできるんでしょうか。総合格闘技に関しては、はい、まだまだそんなに経験はないみたいですね。ただやっぱ足をちゃんと抜かせないように、ね、しっかりガードしてますんで、はい、よく分かってます、はい、この辺りは同じ聖堂会館で総合の経験もある小安慎吾選手からさまざまな手ほどきを受けてきたそうですが、あ抜けそうですね、抜けそうです、ね、どうでしょうか、抜けますか、抜けます、さあ腕を抜きました、さあ水野いい体勢だ、マウント、水野がマウントを取りました、マウントから嬉しい、嬉しい、ここは抜かれた、急ぎすぎました、嬉しい、抜かれた、あワンタイミングですかね、再び嬉しい行こうという水野、でもまあ手首掴んでますから、手首を掴んでいく、腕を伸ばすか、いや逆に持ち上げた、持ち上げた、高橋が持ち上げた、高橋が水野を持ち上げている、しかしここで腕ひしぎ入るか、入るか、いや今高橋も右手一本で腕ひしぎに入ってきた水野を持ち上げましたけど、しかし依然としてしつこくしつこく水野が高橋の手首のあたりを掴んでいます。さあここで腕を伸ばせるか、あ抜けました、ここで抜けました、さあスタンドに行こうというところで水野もしつこく足を掴んで食らいついている、なんとしてもスタンドに持っていかせない体勢です。うまいですね、うまいですね、スタンドに持ち込ませません、あくまでもグラウンドで勝負、当然スタンドになったら不利だということは分かってますので、腕絡みに行こうというところ、足を抜けという指示がセコンドから飛んでいます。第4試合は鮮やかな右ストレート一発でしたが、松本さんこういった寝技の攻防というのはいかがですか。いやこんなに、こんなに本格的なのが見えるとは思わなかったですね。あ足いってますね、高橋が足、高橋さんが足、アンクルですかヒールですか。いやこれまだねちょっと捕まってるだけですね、この状態だと。ここからヒールホールド、アンクルホールドに行けるかどうか。さあ足首をひねればね、ちょっといい感じだ。水野の右の足首がひねを上げているか。さあ高橋が水野の足首、あここここで一旦ブレイクした、そして飛び込んでいく、この動きはやっ、いや獣のような動きだ、しなやかな生涯獲物を刈り取るような動き、本当獣みたいですね。さあこういった体勢からどうでしょう、まあこれチョークも狙いますね高山さん、はい、どうですか、あ腕いきますかね、あチョーク、チョークいく、チョークいけるぞ、さあチョーク、水野はチョーク、あどうだ、入るか、入るか、入るか、うん入りそうだ、入りそうだ、あーと抜けた、抜けました、懸命に高橋がこらえる、高橋得意の足技打撃を一発も見せることなくこのまま終わってしまうのか、格闘初心者、今てっきり水野が格闘技を始めてわずか2ヶ月だということを忘れていました。ここで今第1ラウンド終了、第1ラウンド終了、水野圧倒的ファイナルラウンド、さあいよいよ運命をかけたファイナルラウンド、女子総合格闘技大会スタンディング、まずはスタンド、さあこのスタンドからタックルをいかに切るか、そして足をかける、足をかける、倒すのはどちらか、倒すのはどちらか、倒れない、互いに倒れない、分相グレス差し出争い、倒れません、足を掴んだのは水野だ、さあ水野が高橋に足を掴んでまた倒した、あもうサイド取りましたね、そしてサイドポジション、あまだですね、サイドポジションを取ろうという水野、いやまたしてもこのファイナルラウンドも高橋に得意の左の蹴りを出さずに捕まえて倒しました。この体勢から、まあ、フロントからの今チョークを狙っている高橋ですが、水野がほどきました、水野ほどきました、さあどうするか、水野足を抜いてマウントに持ち込めるか、
でもこれはちょっとまだ足が挟まってる時にやってもなかなか有効的には締められませんね。じゃあまずは足を抜きたいと思います。今抜けるよ、今抜ける。さあ、あスケンドからもそんな指示が飛んでいます。完全にこのグラウンドの攻防で優位に立っている水野優子。これで横からおっと腕いきました。いい感じになりました。アームロックに入りました。アームロック、ここから相手の腕を V1 アームロック逆関節で締め上げることができるかどうか水野優子。さあ締める、さあ締める、締める、締める。水野が締めている。抜けましたね。聖堂魂高橋千尋。あまだ抜けてない。抜けましたね。まあ、抜けない、抜けてはいません。アクション。高橋千尋も戦う聖堂魂、一旦ちょっと腕を取りましたが、再びここから水野がどういう形でこの腕を締め上げていくか。左の足が抜けません。もうちょっとここで高橋さん行かないとダメですね。そうですね、さあこのスタンドです、このスタンドです。得意の左のミドルキック、聖堂の大会で一発でノックアウトしてきたというその左のキックを、さあスタンド、左のスタンド、右のキック、右のキック、右のキック、水野が下に入っていく。タックルの水野、懸命にこのタックルを切りたいところだ。タックルで倒した水野。いやー松尾さん、打撃でいきたいというこの高橋ですが、はい、そうさせません。そうですね、ただちょっと2月ほどもらいましたね。2月ありましたね。大丈夫ですかね、うん、正面からフロントからのチョーク、あーこれも外れた。スリーパーが外れました。3分経過、3分経過、サイドポジションを止めるか、水野打撃を食らえました。何かと前に出続けています。サイドポジションだ。サイド入りました。右から首を締め上げる、右から首を締め上げる、左からの攻めはどうか。この状態下からなんとか高橋も、そうですね、突き放してなんとか脱出してね、またスタンドに持ってってほしいですね。さあマウント、マウントです。水野どうする、水野どうする。この状態での顔面への攻撃は禁止されています。したがってボディを締めるか、ボディに対して打ち込んでいくか、あるいは先ほど高山さんもおっしゃったあの顎のあたりを押さえつけるとか、はい、そうですね、殴らなくてもその顔をいろんな方向に動かすことによってね、左からボディ、左からボディ、マウントでの水野のパンチ、腕狙ってますね。腕、腕、あちょっと早いですね。なんとか返した、ナイスリバース高橋。さあ立ち上がる高橋さん、得意の左右が出るか、ミドルキック出るか、高橋様子が合ってる暇ないです。格闘技始めて2ヶ月の水野、さあ右パンチ、ただ下向いてるから結構蹴り出したら当たるかもしれない。蹴りはまだ出ない、蹴りは出ない、そこを伺っている。ミドルキックタイミングを伺っている。前蹴り、前蹴り、タイミングを伺う高橋。右ストレート、右ストレート、左、左右連打、左右連打、パンチでいく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 、おっと水野苦しくなったか。水野それでも前へ出る。水野蹴りは出ない、ミドルキックはまだ出ない。右ストレート、水野の右ストレート、打撃で真っ向勝負だ水野。